白いですよね。何でもできるよね。坂口中盤、ね、長谷川から19番の上野、熊本出身、上野素晴らしい日本2点目。11番田中美奈、惜しかった惜しかった、得点が生まれました。いいゴールだ。いや素晴らしい。去年のなでしこリーグ得点王が、新生なでしこジャパン、欲しかった2点目を奪いました。まあ熊本出身、この上野からの見事なボール、山崎さん、上野がいいボールを上げていきました。しかもボールスピードといい、このタイミングといいね、はい、見事ですよ、はい、このスピードね、キックのスピード素晴らしいですし、田中選手当てるだけっていうね、この技術の高さも素晴らしいですよね、はい、振り切ってないので、そう振り切ったらね、当たんないからね、ピッとこうね、そうですね、合わせて、はい、田中も高倉体制になってからなかなか得点が取れてなかっただけに、この1点は大竹さん大きいでしょうね。大きいですし自信になると思いますね、はい、